FM 大阪ミュージックビットをお聞きの関西の皆さん、遠藤さん、こんにちは。木戸あかりです。はじめましてです。私、声優として活動を普段させていただいてるんですけども、昨年からソロのシンガーとしての活動もスタートしてます。歌うことが大好きなので楽しく歌わせていただいております。これまでねシングルを2枚リリースしているんですが、先週6月10日に念願のファーストアルバムスタイルをリリースいたしました。今回のアルバムはですね、いろんなジャンル、いろんなタイプの曲をたくさん歌わせていただいて、いろいろなスタイル、さまざまなスタイルが詰め込まれたクローゼットのような1枚となっております。なので、いろんな方に聴いていただいても1曲2曲はお気に入りの曲が見つかるんじゃないかなっていう1枚になっていますので、ぜひぜひ皆さん聴いていただけると嬉しいです。9月には大阪でもライブの開催を予定させていただいてますが、今後の状況を見て決まり次第ホームページ、ツイッターなどでお知らせしますので、ぜひチェックしてくださいね。そしてなんと FM 大阪さんではこの23時の春雷少女をいいトラックに選んでいただいているそうです。ありがとうございます。皆さんにたくさん聴いていただきたいですね。では発売になったばかりのファーストアルバムスタイルから23時の春雷少女をお聴きください。以上、木戸あかりでした。木戸あかりさん、メッセージどうもありがとうございました。超人気声優の木戸さんでございます。まあ、禰豆子が、最近で一躍ね、有名になったキャラクターでございますけども、これまではラブライブシリーズの近衛彼方とか、あの平成ジャンプが主題歌を歌ってたタイムボカン24のヒロインカレンとかですね、いろんな数のキャラクターを演じていらっしゃいます。でも歌うのが大好き。念願のファーストアルバムスタイルが先週発売されました。そしてそして、まあ、ライブも予定されております。9月の27日道島リバーフォーラムでファーストライブ開催予定なんですけど、まあ、コロナ禍の収容可能人数制限がありますので、かなり観客数を絞っての開催となる予定ですが、ネットでのライブ配信も検討されているということで、今後の情報をチェックしてください。お届けしたのは23時の春雷少女。